今日はライブハウス神戸108からお送りしております。カホンを作ろう叩こうというカホンをね作って叩いて帰るという私たちのワークショップのイベントはですねとっても楽しいですよ。今日はねそこで作られるこのカホン、今さっき音聞いていただきましたけども、このカホンを紹介したいと思います。まずはここ焼き印が押されています。この焼き印はですね、私たちの音楽で人々がつながってほしいだとか、音楽をね楽しんでほしいという思いが詰まっている、そういうロゴマークです。サークル音楽のねロゴが焼き印で押されています。かわいいでしょ、はい、で次の特徴はこちら、この角の部分なんですけども、はい、9つの組み継ぎで釘等を使わずに組み込まれています。丸く加工されてとっても可愛いデザインですよ、はい、後ろ側にはこういうサウンドホールがね開いています。ここから手を入れて中の弦の張り具合をね調整することもできる、とっても本格的なカホンとなっておりますよ。はい、こんなカホンです。可愛いデザインでしょ。カホンを作ろう叩こうにぜひご参加ください。お問い合わせはこちら。カホンを作って叩くワークショップ2015年も頑張るぞー。